平野翔のナンバーアンダーラインアイライブツアー2024には平野陸が直接参加することはできませんでしたが、これは兄弟愛の終わりを意味するものではありません。平野翔と平野陸、この二人の兄弟の関係は、表向きにはそれぞれのキャリアに打ち込んでいるように見えますが、実際には深い絆で結ばれ、互いに強く支え合っています。表舞台に立つ彼らの姿からは、 個々の成功やファンの感性が主に注目されがちですが、その背後には目には見えない強力なサポートシステムが存在しているのです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーとして広く知られ、圧倒的なカリスマ性と巧みなダンスで多くの人を魅了する平野翔一方で、弟の平野陸もまた、歌手として着実に自身のキャリアを積み上げています。最近では、彼のリリースイベントが多くのファンを集め、 特に仙台でのイベントでは多くの人々に感動を与えました。歌唱力はもちろんのこと、彼の親しみやすい笑顔やカリスマ性もファンを魅了し続けています。ここで興味深いのは、2人が異なる舞台で活躍しているにもかかわらず、互いに大きな影響を与え合っていることです。平野翔はダンスや音楽の分野で弟に助言を与え、逆に平野陸はファッションに関して兄にアドバイスをする関係性が続いています。 特にファッションにおいては、平野陸が持つ独自のセンスとスタイルが、兄、章の若々しい外見を際立たせる重要な要素となっています。ファッションが二人をつなぐ新たな媒体として機能しているのです。このような協力関係は、単なる血縁以上のものです。それぞれが自身のキャリアに専念しつつも、互いの成長を心から願い、陰ながら支え合う姿勢が、 ファンだけでなく業界関係者にも強く印象づけられています。平野省のナンバーアンダーライン・アイ・ライブツアー2024には平野陸が直接参加することはできませんでしたが、これは兄弟愛の終わりを意味するものではありません。逆に、物理的な距離やスケジュールの制約を超えて、互いを常にサポートしているのです。また、今回のツアーで示された平野翔のパフォーマンスは、以前よりもさらに成熟し、 彼自身のキャリアが次のフェーズに入ったことを示しています。ステージ上でのパフォーマンスは観客を魅了し、ダンスの技術や表現力も一層洗練されており、見る者に強い印象を与えます。一方で、その背景には平野陸のアドバイスや支援があったことを考えると、二人の関係がいかに深いものかが伺えます。ファッションセンスやライフスタイルの面で、陸が兄に与えた影響は無視できないものであり、 それが舞台での表現力にも反映されているのですまた兄弟の関係は一見シンプルなものでありながらも、実際には多面的であり、互いに与え合う影響が複雑に絡み合っています。例えば、平野翔が弟のキャリアに対してどのようなアプローチを取るのかという点も興味深いものです。弟を支援することで自らのキャリアに新しい視点を取り入れるだけでなく、その逆もまた成り立つのです。 二人が異なる分野でそれぞれの才能を発揮しながらも、互いの成長に寄与している姿は、業界内外で多くの人々にとってのロールモデルとなっています。さらに、平野兄弟はファンに対しても非常にオープンな姿勢をとっており、SNS を通じて彼らの日常やキャリアの裏側を共有することで、ファンとの絆を深めています。特に平野陸のファン層は、彼の人柄や優しさ、 そして努力家としての一面に強く惹かれており、彼が出演するイベントやリリースに対して熱烈な指示を送っています。仙台でのリリースイベントでは、ファンとのハイタッチや直接の交流が行われ、ファンは彼の魅力をますます感じることができました。また、彼らが成し遂げたことは、単なる兄弟の成功ではありません。二人は個々に異なる目標を追いかけている中で、互いのキャリアにプラスの影響を与え、 業界全体に新しいい風を吹き込んでいますこれは2人がそれぞれの舞台で努力を続け、常に高みを目指している証拠です。特に日本のエンターテインメント業界では、兄弟や姉妹で活躍するタレントは数多くいますが、平野兄弟のように異なる分野での成功を収めつつも、常に互いを支え合う関係性は非常にユニークです。一方で、2人が直面する課題も多く存在します。 エンターテインメント業界での成功は、必ずしも安定したものではなく、スケジュールの過密やプレッシャー、そしてメディアの注目など、精神的にも肉体的にも厳しい試練が伴います。それにもかかわらず、彼らは互いにその重圧を共有し、励まし合いながら前進していることが、彼らの強さの一因となっています。また、二人が今後どのような道を歩むのかという点も注目されています。 特に平野翔は、これまでのキャリアで多くの成功を収めてきましたが、その未来はさらに明るいものと予想されています。彼の次なるステップは、俳優業やソロ活動にシフトする可能性もあり、これに対して弟の平野陸がどのようなサポートを提供するのか、または逆にどのような新たなコラボレーションが生まれるのかが、ファンにとっても大きな関心事です。一方で、平野陸も自身の音楽活動を広げていく中で、 新たな挑戦を続けています。特に最近のリリースイベントやライブパフォーマンスで見せた成長ぶりは、多くのファンにとっても印象的であり、彼の今後のキャリアに対する期待がますます高まっています。平野陸は、兄の影響を受けつつも、自らのスタイルを確立し、独自の道を歩んでいる姿が支持されているのです。ここで考えるべき新たな視点として、兄弟という枠を超えたコラボレーションの可能性が挙げられます。 現時点では、二人はそれぞれのフィールドで活躍していますが、もし今後、二人が一緒に何らかの形でパフォーマンスを行うことになれば、それはエンターテインメント業界においても非常に大きなニュースとなるでしょう。兄弟でありながらも異なる分野で成功を収めた二人が、再び共演する日が来るかもしれません。さらに、ファッションや音楽など、二人の関心が重なる部分でのコラボレーションが実現すれば、 それは両者のファンにとっても非常に興味深いプロジェクトとなるはずです。現在のところ、平野陸はファッションブランド、ルコリッキーを展開しており、そのデザインやスタイルは多くのファンに支持されています。このブランドのコンセプトが、今後さらに大きな展開を迎える可能性もありますし、それが兄、ショートのコラボレーションにつながる可能性も否定できません。このように、平野兄弟の関係性は非常に多面的であり、 今後ののの展開ががどのようににななるのかに大きな期待が寄せられています。特に日本のエンターテインメント業界において彼らがどのような新しい価値を提供し続けるのかそして互いのキャリアにどのように貢献していくのかは今後も注目され続けるでしょう兄弟の未来について考えるとき彼らがそれぞれのキャリアを築いているだけでなく共通の基盤として持っている家族の絆がますます重要な要素となってきます これは単なる血縁関係を超えたものであり、彼らが幼少期から築いてきた信頼や思いやりが、現在の成功に深く結びついています。二人の育ち方について詳しく掘り下げると、厳しい芸能業界での道を選ぶこと自体が、一種の挑戦であったことがわかります。平野翔は10代の頃から芸能界に足を踏み入れ、激しい競争や過密なスケジュールの中で自らを鍛え上げてきました。彼の成功は、 一見華やかに見えるかもしれませんが、その裏には無数の困難があったに違いありません。一方で、平野陸もまた、兄とは異なる道を選びながらも、同じように自身のスキルを磨き上げてきました。彼の音楽活動における成長は、決して一夜にして成し遂げられたものではなく、地道な努力と情熱の賜物です。このような背景を持つ二人にとって、互いの成功は喜びであると同時に、 モチベーションでもあります彼らはお互いをライバル視することなく、むしろ、兄弟としての協力を前提にしている点が、他の兄弟姉妹とは一線を画しています。平野翔が弟のイベントやリリースをサポートする場面は、ファンの間でもよく知られており、その姿勢は、家族愛だけでなく、プロフェッショナルとしても高く評価されています。逆に、平野陸も兄の成功を喜び、 誇りに思っってていることが伝わってきますまた、平野兄弟はメディアを通じて自身の家族関係について語ることも少なく、非常にプライベートを大切にしている面があります。この慎重さは、芸能人としての立場を考えた上での戦略でもあるでしょうが、それと同時に、彼らが家族を守りたいという強い思いの表れでもあるかもしれません。芸能界という非常に講師が曖昧になりがちな世界において、 自らのプライバシーを守りつつ、なおかつ家族や兄弟の絆を大切にする姿勢は、2人の成熟した考え方を示しています。